脇オリラの香りのする手紙1牛窓から岡山へ向かう内海通いの小助気船の中だったリュックサックを枕にして寝ていた学生は一人でに目を覚ました 船が岡山へ着くまで眠るつもりだったのに1時間ばかりで覚めてしまったのは疲労のため神経がいらっていたばかりではなくすぐ隣からうるさく気管の鼓動が伝わってくるからであった顔を横に向けると緑色の服の紳士が彼と並んで長々と畳の上に仰向けに寝そべって頭上の明かり取りから差し込む光線で外国雑誌を読んでいる。 短く刈り込んだ髪の毛は半ば白髪じりでてっぺんが薄くなり耳の下からあごにかけてむくれ上がったように太っているよく見ると左手に雑誌を持ったまま右手を時々ポケットに突っ込んでポケットの中で南京豆の薄皮をむいて口に放り込んでいるのだ学生は思い出した 船が牛窓港を出るとき、慌てて駆けつけたのはこの紳士だった。船は1メートルほど棋士を離れていたが、また棋士につけてこの男を乗せてやったのであった。失礼ですが、今何時ですか？そう、学生は聞いた。どのくらい眠ったか知りたかった。びっくりしたように。紳士は学生の方へ顔を向けた。 それから笑いながら腕時計に目を移して、4時。もう5分で4時です。お休みになったようですね。疲れていたもんですから。岡山へは何時に着くんです慌てて乗ったので時間表を見なかったんですが、何でも日が暮れてから着くそうですよ。 6時だったかな聞いたけれど忘れてしまったそそっかし屋でピントが外れてとぼけたところがあるとにかく会社員や実業家ではあるまいと学生は考えた教師にしてはお行儀が悪いしお初めてなんですかこの船にお乗りになるのは学生が聞いた そうですいつも東京にいるんですけど今疎開して岡山にいますその雑誌進駐軍の兵隊からおもらいになったんですかそうイギリスの兵隊からちょっと拝見仰向けに寝たまま学生は外国雑誌を受け取って町の絵を描いた色づりの美しい表紙を見入った。 ストランドという雑誌ですねそうです世界で一番有名なショートストーリーの雑誌で今1949年でしょう。この雑誌が生まれたのが1890年だからもう60年も続いたわけなんです創刊当時はモーパスさん謎の翻訳を載せたけれど姉妹人は 翻訳謎を軽蔑して載せなくなった。ノイルはこの雑誌の2年目に短編の諸書著作。あれは、ボヘミアのなんとかいうやつだったかな。諸書著作を載せて、それからずっとこの雑誌のため生涯書き続けました。チェスタートンもメイスンも皆この雑誌に書いたんですよ。探偵小説ばかりじゃない。 ゴルス・ウォージーやキップリングオーモニアやグレアム・グリーンなどもこの雑誌に書いたのですそんなら世界的な雑誌なんですね面白いのはその表紙の絵なんですもともとストランドという雑誌の名はこの雑誌社がロンドンのストランドという町にあるのでそれでその町の名を取ったのですが その表紙に書いてあるのがその町の風景なのです私は若い頃からずっと続けてこの雑誌を毎月取り寄せて読んでいたしロンドンの古本屋から創刊当時の雑誌も取り寄せてみたのですがそのどれにもストランドの町の絵が書いてある60年も表紙に同じ絵を使うとは面白いじゃありませんか 保守的なのでしょう。いくら保守的でも60年とは驚くべき年月ですよでも60年たつと町の風景が変わってきはしませんかそこですよ私が面白いというのはえ創刊当時のストランド街の絵には馬車が全速力で走っているのが書いてありました 馬のひくバスが書いてありました。女が長いスカートを履いていましたその絵がなんと60年の間に少しずつ変化してきたのです馬車が自動車になりました馬の引くバスが自動車のバスになりました第一次大戦後の雑誌の表紙を見ると いつの間にか女が短いスカートを履いているそんなふうに町の風俗は変化しながら背景はいつも変わらぬストランド街の風景で晴れた空にセントメリーの戦闘が60年一日のごとくそびえているだからストランドの表紙を見ると60年の歴史がわかるのです 表紙が一つの小さい宇宙を作って人々がその表紙に生まれその表紙に死につつあるのです私は毎月この雑誌を直接ロンドンから取り寄せていたのですけれどちょうどクリスティが「ポアロの冒険」という連続短編を載せた頃パールハーバーの攻撃が始まったのでぴったりイギリスからの郵便が止まってしまった。 やがてドイツのロンドン爆撃です戦争が進むと何より私は一番にストランドの表紙を見たかったなぜストランドの表紙には60年一日のごとくセント・メリーの戦闘がそびえていたがあの戦闘は空爆で潰れただろうかそれとも ストランドの表紙の青い青い空にロンドンには快晴が少ないと聞いているのに表紙に書いてある空は目にしみるほど青かったその青い空に空爆を免れたセントメリーがそびえているだろうかまだ通称が禁じられているので雑誌を輸入することはできない それで私は、先日岡山の酒場で一緒になったイギリスの兵隊さんに一杯振る舞って、ストランド市のことを聞いてみたんです。すると、翌日どこからか探して持ってきてくれましたよ。こいつを。私は恋人に巡り合ったように嬉しかった。胸をとどろかせながら表紙を見た。ある ご覧の通り、目のくらむほどの青い空に、昔のままのセントメリーの戦闘がそびえている。嬉しかったですよ。なぜだかほっとした気持ちでしたよ。そりゃそうでしょうね。長い間この雑誌を見ておられたのなら、そんな気がするのも無理はないと思いますね。 パラパラ雑誌のページをめぐりながら学生服を着た若い男はさも同感に耐えぬように心からそう言った緑の服を着た紳士は幻でも探るようにしばらく黙って天井を見ていたがこの雑誌に関係のある一つの出来事を話して聞かせましょうかただまとまりもない思い出話に過ぎないのですが でも、ある一人の男の経験談というものは、まんざら若い人に興味がないこともないですよ。どうしたんです退屈しのぎに話しますかな。どうせあかりがつかないと岡山へ着かないんだから。これが、その話なのである。 若かった頃の話です。何十年も前の話です私は横浜の本木の谷間のような場所の小さい古びた一軒家を借りて一人で暮らしていました家具といっては原稿を書くときデスクとなり食事の際は食卓となる大きな丸いテーブルが一つと 椅子が二つ三つ、それから元町の家具屋に注文して作らせた樽製のベッドその他にめぼしいものは何もなかった裏の木立ちにスズメが鳴き出すと私は目を覚ましました人と口をきくのが嫌だったのでいつも格子戸の外の釘に金網の籠をかけておきました 目を覚まして格子戸を開けると新聞とパンとミルクがその籠の中に配達してありました朝は決まりきってパンとベーコンで食事をしましたが昼や晩は散歩に出たり東京へ行ったりするので自然外で食事することが多かった私の楽しみはゲイティーザへ 時々映画や芝居を見に行くことでした。今横浜に住んでいる人の大部分は知らないでしょうが以前は港を見下ろす丘の上に同志社のチャペルみたいな格好のレンガ造りのゲイティーザという外国人経営の劇場があってそこで1週間に一晩だけ映画や芝居をやっていたのです。 なぜ私がそこを好んだかといえば、第一、椅子が大きくて掛け心地が良かった。それに、どちらを向いても外人ばかり、日本人は私一人なので、なんだか遠い国へ来たようで、静かな孤独感に浸るに都合が良かった。でも、惜しいことに、この劇場は、 地震で潰れてししままいました。この劇場ばかりでなく山手の居留地も山下町のオフィス街や南京街も皆以前は赤レンガだったのですがそれが震災で一見残らず潰れたのです横浜がよかったのは震災前の話ですよ毎日のように 波のように起伏する根岸の山や、船の見える波止場のあたりをあてどもなく散歩しました。海岸のベンチに腰掛けて、汚い貨物船がガタガタ荷を下ろすのや、白波を蹴って走るランチを見ました。明かりともしごろの盛り場を歩くのも楽しかった。 黄昏時に街ですれ違う人の顔は皆美しく懐かしくそんな人たちと自由に話ができたらどんなに嬉しいだろうと思いましたその頃の私は物質的には貧しい生活をしながら精神的には金色の馬車に乗って虹の橋を架けるような高貴の生活をしていると 少なくも自分だけは自負していたのですからいわば生涯における最も尊い最も楽しい時代だったのでしょう私は人生の美しいもの清いものに対する新鮮な憧れを持っていた無限の力が自分にあるように思っていた 地平線の向こうには、まだ私の知らぬ何か楽しいものが待っているような気がした。また私は一人で暮らしているうちに生命のない物質と話をすることを覚えました。これはろん口に出して話すのではなくて心の中で話をするのです。それからまた、 物質と物質が言葉を交わすことも信ずるようになりました。あなたは靴や帽子は物を言わぬと思いますか物を言うのは人間だけだと思いますか同じ人間でも目の色が違い、国語が違えば意味が通じないと思いますかもしそうお考えなら大変な間違いですよ。 童話をご覧なさい。犬が物を言い、猫が物を言っています。純真な子供はそれを不思議に思わない。それはまだ彼らにはこの世に生まれる以前の濁りのない自然の息吹が残っているからですよ。大人になると信じない。 人間の作った科学に目がくらみ闇を見通す力がなくなっているからです。他の童話作家は知らず少なくもアンデルセンが靴や帽子に物を言わせたのは決して子供にわかりよくするための方便ではなく自分でも気のつかぬ意識の底であの人は あらゆる物質に命のあることを信じていたのだと私は思う。そうでなくて、なんであれだけのものが書けますかあの人は、妻もなければ子もない寂しい人で、言葉も通じぬ知らぬ他国によく長い旅をしました。そんな寂しい一人旅の浅名言うな夕菜、彼は、 ホテルの部屋の中で靴や帽子がひそひそささやき合っている声にしょっちゅう耳を澄ましていたのだとは言えないでしょうか。一体私たちの世界というものは一枚の紙のように薄っぺらなものでちょっとそこからはみ出すともう真っ暗闇で何もわからないのです。 例えば音響のことを考えてごらんなさい。私たちの耳に入る音響はごく限られた範囲内のものばかりで少し振動の幅が大きくなったり小さくなったりするともう耳に聞こえない。色だってそうなんです。世の中にはまだ何千種何万種のもっともっと美しい色彩や光があるのだけれど それが私たちの視神経には収容しきれないんですよ。私はキリストの奇跡も文字通り信じます。奇跡を信じないで、どこにキリスト教の信仰があるのです。2 そのころ町でよくあった名も知らねば言葉を交わしたこともないあるインド人の顔は不思議に忘れられないほっそりとした50ぐらいの紳士でやや憂鬱な優しい目をその人はしていましたある時はその人も私もぼんやりはとばで沖の船を眺めていたり ある時はケリウォルシュという本屋や元町のカフェで出会ったり時によると一日に二度も三度も出会うので吹き出したくなるようなこともあったオフィスのある平日でも金飾りのあるステッキをついて私と同じような用事なさそうなゆっくりとした足取りで町を歩いているのですから どうせ職業を持たぬ人には違いないが、どんな経歴、どんな世界観を持った人だろう。詩人だろうか、哲学者だろうか、それとも商売で小金を貯めて悠々外国で遊んでいる人だろうか。私はそのインドの紳士に出会うたびに、 いつもそんな好奇心を感じ、なんだか同類を見出したような、自分自身の影方針を見ているような、一種の懐かしさ、親しさを感じるのでした。言葉を変えて言えば、二人は仲のいい無言の友達になっていたのです。このインド人を最後に見たのは、神戸でした。 震災で神戸に避難して雑踏したカフェパウリスタの空いた椅子を探して座るとすぐ前の向き合った席に例の金飾りのあるステッキを持ったこの人が楽な姿勢をとってしきりに英語の新聞を読んでいる私が彼に好意を持っているように彼の方でも私に好感を抱いていることは これまでの顔の表情でわかっていたのですから、この最後の機会を捉えて、ひどい自信でしたね。無事でおめでとう。とかなんとか私は話したかったのですが、消極的な気遅れで何も話せず、その時が、このインド人を見る最後となってしまった。でも、 私は一方でこう考えるのです言葉を交わさなかったのは表面だけのことで実は唇から出る言葉よりもっと簡単もっと完全な言葉で二人は出会うごとに囁き合っていたのだと例えば桟橋のとっぱなに立って私は沖の船を眺めている 寒い風が吹くので辺りに人影はないただそのインド人だけ私と同じように船を見ているそんな場合たとえ表面の私は気づかなくても私の心の内部に潜む本当の私はこう彼にささやいていたに違いないのです「こんにちは」「寒いですね」 すると、彼の心の中の本当の彼が、こちらを振り向き。やあ、こんにちは。降るでしょうか西をご覧なさい。空が明るい。雨は降りません。あの船、ノルウェーの旗の出ている船、あれ何トンでしょう そうですね。八千トンかな。船をご覧になると、インドへ帰りたくなるでしょう。インドはつまらんです。私が行きたいのは、まだ見ぬ国の港です。父の薪タバコの袋に港の絵があるのを、私子供の時見ました。その絵のような港へ行きたい。それには、 タバコの花を持った女や子供が夕日のさす鳩場で遊んでいました。黒人の船乗りが巻きたばこを吸いながら海岸を散歩していました。沖に三本マストの補選が動いていました。美しくて楽しい絵でした。世界の隅のどこかにそんな鳩場があって私が来るのを待っているような気がするのですが、 私はまだそれを見つけないでいる。私いろんな港を見ました。リオ、ハバナ、イスタンブール。どこもダメです。港の面白さはその土地の文化と船が持ってくる外来の文化とこの二つが交錯したところにできるのですが、その期間はせいぜい50年か100年。 その期間を過ぎるとつまりません。あなたの国の長崎、私の国の五は、皆その期間を過ぎました。私の探している子供の時に見た絵のような港は、むしろ誰も知らぬ、地図にもないところで私を待っているのかもしれない。地図にない港。でも、 三本マストの帆船はフィンランドのアラン軍島の辺へ行けばたくさん走っているそうですよ。何かの本で読んだのですけれど。ダメですよ。あの辺にはさっき言った文化の工作というものがない。ところで帆船で思い出したのですが、私は科学文明というものに疑問を持っているんです。 私は飛行機で旅をするより汽船で旅をしたい汽船で旅をするより反戦で旅をしたいマークやブリグやスクーナーあの頃の航海は航海そのものがミステリーとアドベンチャーでした船に乗りさえすれば地図にない不思議な国へ行けました人類の幸福を破壊したものに最近ではラジオと飛行機と 原かが,がありますあなたはろうそくの明かりで読書した昔の人を気の毒があるかもしれないでも彼らはその明かりを暗いと思わず金眼も少なく私たちより立派な本を読んでいたのです日本は陶器をたくさん作りますでも美しいものの好きな人は 毎日使う茶碗一つ満足なのを買うことができません。百年前には貧乏人でも立派な茶碗を使っていた。蒔絵も尻尾も昔のようなのはできません。お酒やカレー粉や味噌や醤油も昔の方が美味しかった。魚も味が落ちた。氷を使うからですよ。 家具も織物も物質が落ちた次から次と新しい薬ができても病気に追いつくことはできませんこれは日本だけでなく世界共通のの悩みなのですそしてそれらのことから引き出せる唯一の結論は「今の人が歴史の本を除いて想像するほど昔の人の生活は貧弱なものでなかった」。 そして科学文明というものはこれからどんなに発達しようと爪の赤ほども人間を幸福にはしないということですこんなふうにインド人の心の中に潜む本当のインド人の口から漏れる言葉はルルとして尽きないのですがあらまし以上でそれがどんなものであるかお分かりになるでしょう 魂と魂との対話あなたはこれを私の馬鹿げた幻覚とお考えになるかもしれないだがこれは幻覚ではなく事実なのです動かすことのできぬ立派な事実なのです一体あなたが事実と呼んでいるものの正体はどんなものです 仮にあなたが一つの思い出を持っているとする。あなたはそれを事実だと信じている。だが、いかんながら、あなたの記憶に残っているのは、自分に都合のよい事実の一部だけ。しかもそれが濃厚に主観で採色され、誇張され、自分に不必要な部分は危険的に縮小され、あるいは全然忘れられているので、 それはもはや事実ではないのです。あなたの空想が作り上げた幻影に過ぎないのです。そうだとすれば、あなたの持っている事実と私の持っている事実とどこが違うんです。とんだ議論になりましたが、また話を元に戻しましょう。 インド人のことをあまりしゃべりすぎたかもしれませんがこのインド人は私のこれからの話には何の関係もないのですただ私の生活態度やものの考え方を説明するために触れたにすぎないのですから話の前置きぐらいに考えていただきたいのです ある日外出から帰ると金網の籠の中に一通の手紙が配達してありました宛名をタイプライターで打ったクリーム色の封筒です多分暇だったせいでしょうがその頃の私には妙な癖があったそれは手紙を受け取るとわざと差出人の名を見ないようにし表の宛名の書きっぷりだけを見て 誰かからのの手紙か判断をするのでするでそれでも判断がつかなかったら消し印を見る不思議なものでこの遊戯に慣れてくるとたとえ未知の人からの手紙でもその封筒の好みや手紙の厚さや書体からその人の職業はもとより大体の要件まで判断できるものなのですところが そのクリーム色の封筒だけはどう首をひねっても見当がつかなかった。はじめには外国の本屋から来た手紙かと思いましたが、切手が日本の切手で消し印が東京の中央郵便局なのです。私は判断を諦めて封を切りました。封を切って中身を出すと、ぷーんと わずかに鼻の匂いがしましまたリラの花の匂いです紙は白陰気は黒ローマ字の日本語をタイプライターで打ってある一番に差出人の名を探したのですがサインすべき場所にタイプライターで「チトラ」と打ってあるだけ住所も日付もないのですこう書いてあります しばらくご無沙汰しましたが、おかわりございませんか。もう寝るときまで何もすることがございませんの。そしてなぜだか、今夜は妙に寂しくて仕方がないので、久しぶりに、本当に久しぶりにお手紙を差し上げることにしました。用事はないのですけれど。 「今日はすっかり疲れましたのよ」「なぜってオックスフォード街みたいな長い長い街を歩いた上に3つの百貨店の中を歩き回ったからです」「マダムに買っていただいたピカピカ光る黒いエナメルの草履が気に入りましたので今夜枕元に置いて眠ることになりそうです」 寝室の窓から見ますと、黒々とした森の向こうに灯台が一つだけともって、それがぼーっと五光がさしたように夕もやを照らしています。久しぶりに帰ってきながら迎えてくれる親もない私を、日本にしかない懐かしい湿っぽい土のにおいだけが、 窓の外の暗闇から両手を広げて迎えるように漂ってきます。今日はどんなことをお考えになりましたどんな本をお読みでした手紙は中央郵便局支所箱105号宛てにしてください。局で番号の主をお調べになりませんように。 そんなことをなさいますと文通ができなくなるからです。これだけにしておきます。この手紙を書いたら気が静まって寝られそうになりました。おやすみなさい。チトラという名には覚えがなかった。したがって私は不思議に思いました。 でもとにかく光爆たる都会の中である未知の女がはるばるこちらのアンテナに呼びかけてきたことは何としてもうれしい事実なので私は羽ばたきするほどの胸のときめきを感じました胸のときめきを感じたのは一つにはリラの花の匂いがしたせいもあるでしょう春の5月に、 薄紫の無数の小さい花を房のように咲かせるリラはもとより、陳丁毛、口なし、祭りか。あんなのを嗅ぐと、誰だってその瞬間、無限境に誘い込まれるのではないでしょうか。それにしても、久しぶりという文句があるのはなぜでしょう これまでのいろんな時代に接触した人たちを記憶から呼び起こしてみましたが、こんな手紙をくれそうな女はなかったし、いたずらに手紙をよこしそうな友達もなかった。あなたはアムニージアという病気があるのを知っていますか地引にはただ健忘症と訳してありますが、本当は頭を打ちつけたり、 熱病にかかったりしたのが原因で全然記憶を失ったりまたは記憶にギャップができてある期間の出来事だけ部分的に忘れてしまう恐ろしい病気なのですこの病気は外国に多いが日本も絶無ではないと聞いていますのでことによるとこの女か私のどちらかが そんな病気にかかっているのではないかとも思ったりしましたこの女が変名を使ったり住所を隠したりタイプライターで書いたりするのはアイデンティファイされるのを嫌がっているんでしょう私は向こうが嫌がっていることを強いる必要はないと思ったそんなことをしなくともこの一通の手紙だけでも多くのことがわかるではないか すなわち、この女は、1、今、東京の2、窓から森の向こうに街灯が一つだけ見える家に住んでいるが3、久しぶりに日本へ帰ったら女らしく4、その滞在していた土地にはロンドンが含まれ5、職業は 秘書か家政婦か家庭教師か乳母の類いで6タイプライターができて7今後黒いエナメルの草履を履く可能性があるこれだけわかったら大したものです東京に何人の女がいるかわからないがこの7つの条件に適合しないのを除外すれば にに残るののはわずかな数ででしょう。一通の手紙で既にこれです。この調子で今後の手紙を分析していけばついには残るは23人というところまでこぎつけられましょう今私は条件を7つしか数えなかったが最も重要なことを1つ抜かしているのにあなたお気づきになりませんでしたか それはこの女が私の古い知人の一人だということです。久しぶりというからには私の知っている人に違いない。でも私の知った女にこの七つの条件にかなう人があろうとは思われなかった。それでわざと除外したわけなんですがもしこれを素直に受け入れてよく考えてみたら。 あるいはこの最初の手紙で相手を突き止めていたかもしれないのですそんなことはどうでもよいとしてその夜私はこんな手紙を書いたのですお手紙うれしかったですでもあなたがこちらの住所を知っていらっしゃるのにあなたの方でお隠しになるのは不公平ですね だが、そのうち当ててご覧に入れますから見ていらっしゃいなぜだかあなたのお手紙を見ていましたら黒岩瑠い光の白髪期の原作者マリー・コレリという女を連想したのですあの人はリラの花と同じ薄紫の髪に紫のンキで手紙を書いたというではありませんか 今日は何をし何を読んだかとお尋ねですが新聞以外何も読まなかったというのが本当なのですそれは一日あなたのお手紙をいじったりあなたは誰だろうと想像するのに忙しかったからでそれだけでも私がどんなにお手紙を嬉しがったかお分かりでしょう あなたは黒いエナメルの草履を枕元に置いて寝ると言われましたが、私は今夜あなたのお手紙を枕元に置いて眠ることになりそうです。また書いてください。お待ちしています。 実際私はその夜未知の女からの手紙を枕元に置いて寝たのですがいかんながら開封した瞬間ほのかににおったリラの香りは夕方にはすでに消えていたのですその次の日から私は散歩からの帰り緑の墓毛から小さいみすぼらしい私の家が見え出すと心配そうに 遠くからバスケットを見る習慣がついてしまったのですだが来る日も来る日もそのバスケットの中には他の手紙はあっても女からの手紙は随分見つからなかったそれ見たことか一体お前のようなぐうたらが柄にもなく女の手紙を欲しがるなんてちと虫がよすぎるぞ 出直してくるがいいそうバスケットが意地悪く私を罵るのですだがこのバスケットは本当はちっとも意地悪でなかったことを後で証明してくれましたそれから一週間ほどするとニコニコ笑いながら手紙を渡してくれたのです私は第一回の時とちっとも違わぬ タイプライターで宛名を打ったクリーム色の封筒を白いクロスをかけたテーブルの上に置くとお釈迦様とジーザス・クライストと日蓮様とサンタ・マリアにひざまずいてお礼を言いたい気持ちでしたうっとりとなるようなリラの匂いありがとうございました 朝から晩までお手紙をポケットに入れて持ち歩いて仕事の合間に何度出してみたかわかりませんポケットにお手紙が入っていることを意識するだけで世の中が明るい楽しいものに思われます今後も時々くださいますようにでもあなたのご記憶には たいな混がございましたわ。「白髪記」を書いたのはコレリですけれどリラの色の原稿用紙に紫ンキのペンで大きな字を書いたのはコレリではなくて実はウィーダなのです推理小説をお書きになる方はもっと鋭い記憶力を持っていらっしゃる必要があるのではないでしょうか。 もっともウィーダの片親がフランス人であるようにコレリの片親もイタリア人どちらもイギリスの女の作家どちらも文学的に水準の低いものを書きながらその時代のベストセラーになったので2人を混同なさるのも無理はないのです有名なテナーとイタリアの貴族と イギリスの伯爵を順々に愛して三度とも捨てられた醜い女のウィーダ若い頃世界一の小説家を辞任してわがままと贅沢の限りを尽くし老いてフロレンスに貧しく寂しく死んだ情熱の女ウィーダウィーダは面白い女です でも私の手紙からあんな有名な小説家を連想なさるのは意外なのです私の手紙にリラの香りがこもっているのはウィーダのような贅沢な趣味からではなくコーヒーの実を砕いて売る女にコーヒーの匂いがこもり看護婦に消毒薬の匂いがこもるのと同じように私がリラを売る町の花売り娘なので それでそんなにおいがするだけでいわば職業的な大衆なのですですからむしろパリの屋根裏に生まれて花を作って細々と暮らしまた屋根裏で死んだラ・ボエームの耳のような女を連想してくださる方がうれしくもございますしまた当たってもいるのです今日はこれだけにしときます またこんな種類の手紙を向こうからも一出すこちらからも1出すぐらい出したのですがいちいち取り上げるのは煩わしいのでよしておきましょう私がこの手紙のやり取りに全てを放棄して没頭したことは言うまでもありませんが2人は妙な状態に置かれていたわけなのですすなわち こちらでは相手が女というだけで顔を知らないのに向こうでは久しぶりというくらいですから私の顔はもとよりおそらくは過去の生活まで知っているんですもっともこのこちらの顔や生活を知られているということはちょっと不気味ではあっても一方安心感を与えたことも事実なのでしたなぜというに いよいよ会った時、向こうが失望を感じる憂いだけはないのです。では、その点で私の方はどうだったでしょう。私は、その女に会って失望するかもしれぬという不安を、いささかでも抱いていたでしょうか。ノー。不安は少しも抱いていなかった。なぜというに、 これは微妙で神秘な考え方なので、簡単な説明であなたの同意を得ることは困難なのですが、元来心と形は一つのもので、ある人の心に全部的に好感を持つ場合は、その人の形も美しいものを認めるはず。この逆の場合の例を挙げるなら、ウィーダーは 顔が醜いゆえに三人の男に嫌われたと言いますが、余震場顔というものが存在しなかったとしても、彼女の魂の匂いは三人の性分に合わなかったのです。顔の美しさには一定の標準はない。そこには個性が現れている必要もあるし、好き嫌いということもある。その女が、 私に美しく見えることは初めから分かっていたので不安は少しも抱かなかったしかし不安を抱かなかったということは何も好奇心を抱かなかったという意味ではないのですそれどころかその女はどんな顔かたちの人だろうと私は毎日そんなことばかり空想した なんという楽しい空想だったでしょう。銀座の人混みを縫っていて、どうかして空想を刺激するような女に出会いでもしようものなら、私はその女を振り返らずにいられなかった。丸の内の歩道を歩いていて、稀に黒い草履にでも出会うものなら、その草履の主を覗き込まずにいられなかった。そんな場合、 女は私の顔に気づかないだろうかそれともよく知っていて笑いながら話しかけてくるだろうか知っていながらわざと黙って通り過ぎるだろうかこれがいつまで経っても回答を得られぬ私の疑問でした。あなたは楽しい夢を見ているときもっともっと夢の続きを見たいから どうか目が覚めなければいいが、と、夢の中でそんなことを思った経験はありませんかこの女との交渉は、私の生涯における最も楽しい夢だったのですから、ひたすら夢が覚めぬよう慎重な態度をとるべきだったのです。私がもっと無双化に徹底していたら、 今でもその女と楽しい文通を続けているでしょうに心の中に無双家と世俗的な男と二人を同居させていた自分が今では舌打ちしたいほど悔しい他でもないのです郵便局へ行ってボックス105の主を調べると 文通できなくなると書いてあったにかかわらず、私はその金を犯さずにいられなくなったのです。四銀色の細い雨が降っていました。 プラタナスの並木が牛乳色のもやに包まれていました私は中央郵便局の大きいベンチに腰掛けて新聞を広げました壁際にずらりと並ぶ大きいベンチは雑談をしたりタバコを吹かす人で満員だったので私の存在はあまり目立たず従って 安易な気持ちで待っていることができましたそのベンチの並んだ壁から鍵の手に曲がった廊下の一方の壁際に何百というボックスがちょっとゆやの脱衣箱を小さくしてそれをいくつも積み重ねた形で並んでいましたそれゆえ端っこのベンチで座っている私の位置からは そのボックスを開けて郵便物を取り出す人の横顔がよく見えるのです。私はベンチに座る前に客5のボックスの位置をよく見定めておきました。何人かの人が廊下に入って別のボックスから郵便物を出して帰りました。しばらくすると白髪の外国夫人が 私の目印をしておいた地点に立ち止まりボックス百0と思われる高さのところに鍵を差し込みました私は外国婦人であることに安心して果たして百0のボックスであるかどうか見定めるためにベンチを立って廊下に入りました老婦人の開けたボックスの蓋には確かに百0という数字が 黒黒と書いてありましたその老婦人は細長く巻いた定期観光物をボックスから取り出して小脇に挟みスーツーの外国郵便物をバッグに入れるとボックスの蓋をして鍵をかけ悠々とした足取りで廊下を出ていきます廊下ですれ違う時私は老婦人の顔をはっきりと見た 胸の突き出た、背の低い、がっちりとした。けれども品のいい老婆で、透明のビニールの雨街灯の下に、青い点のある半袖の服を着ていたように覚えています。白っぽいまつげのある大きな目が、海のように青く澄んで、頬は健康そうな桃色。そして、 微笑しているのではないけれど微笑しているような人の良さそうな無邪気な表情でまともに私を見るのでしたその廊下で老婦人とすれ違った瞬間私は思いがけなく大変なことに気がつきました今の今まで記憶の盲点に隠れていたものをはっきりと思い出したのです老婦人は 正面の出入り口ではなく横の小さい出入り口から出て行きました後を追って私はその出入り口に立ちました外に34台の自動車に混じってイギリス人がギグと呼ぶちょっと日本の人力車みたいな1等引きの小さい馬車が止まっていましたそれには御車もいなければ乗っている人もいませんでした 軽々と老婦人がその馬車のステップを踏み黒い幌に姿を隠したと思うと間もなく手綱が揺れてしとしと降る銀色の雨の中を馬車はしずしずと走り始めましたぼんやりと私は石段の上に立って中央郵便局から有楽町に続く長い丸の内通りのアスファルトを 次第に小さくなっていく馬車を見送りました。馬車は雨に濡れたプラタナスの並木に沿って一直線に遠ざかり、しまいには灰色のもやに消えて見えなくなってしまいました。 今私は老婦人とすれ違った瞬間、記憶の盲点に救っていたものを思い出したと言いました。それをここにお話ししましょう。あれはいつのことだったでしょう。女から手紙をもらう一月前のようにも思えれば、半年前のようにも思えるのですが、もともと私は、 時間の観念のない男でしてね。そのためいろんな失敗をして自分でも愛想を尽かしているんですよ。こないだも自分の年を忘れて人から笑われた。時間というのは不思議なものですね。ロバート姉さんのジェニーの肖像という小説は、時間というものの在来の観念を痛快に無視している。 これは私にうってつけだと思いましたよ。これは映画でも日本に紹介されましたが、いかんながら、映画の批評を見ても、翻訳書の序文を見ても、あの作の中心興味が、時間の新しい観念に立脚していることが説明していない。それでいて、あの作の不合理を指摘する人もなかった。つまり、 この作ならびにこの映画は立派な批評家がいないため日本では未消化のまま葬り去られたのです姉さんやプリーストリーが新しい時間の観念で小説を書き始めたのはイギリスの非行家ダンの時間に関する論文を読んだからだと言われていますダンは時間に関する本を3つ4つ出しているはず まだ生きている人ですよ。私はこのダンという人の時間に関する本を読みたい読みたいと念願しながら、未だにその幸運に恵まれずにいるのです。そんなことはどうでもいい。何を話していたのだっけそうだ。老婦人は自動車に乗ると、 自分でそれを操縦し、いや、馬車だった。いや、女から手紙を受け取るより半年ほど前、というところまで話したのでした。女から手紙を受け取るより半年ほど前、私は妙な経験をしたのですよ。それは、 横浜から東京へ出かける時の電車の中の出来事でした吊り革にぶら下がっていた私がふと56メートル離れた座席に目をやるとそこに私のごく親しい女性が座ってぼんやりと正面の窓を見つめているではありませんか私はその女に近寄って片手で吊り革にぶら下がったまま いやあ、お久しぶり。と言って片手で帽子を取って軽く会釈し,したのです。つぼみろの帽子の下から黒い瞳を上げて私を見た女はにっこに笑って会釈を返しました。ところが次の瞬間困ったことができたのです。誰でも度忘れということをするでしょう。 私もそのど忘れに見舞われて、その女の名や、その女がどこに住んでいるかということを、ちょっと思い出せなかったのです。それでいてよく知っている女、いや、知っているというばかりではない、大変親密に、しかも長い間付き合った仲だということが、はっきり分かっているんです。 久しぶりの人に突然出会って顔には見覚えがあるがどこでどんな交際をしたのか思い出せないというようなことはこの時が初めての経験ではなくお恥ずかしながらこれまでにもちょいちょいそんなことがあっただがそんな場合でもその人と二子と三子と話しているとすぐ今までは思い出したものです ですから、この時も話していれば思い出せると思って、どちらへと聞いたのです。その女は、また黒い瞳を上げて私を見ました。そうして、笑いながら、横浜。と答えました。その時、 どこから漂ってくるともない福いくたるリラの香りをかすかに私は嗅いだように思うええ確かにあれはリラだったあとから考えて手紙のリラを嗅いだ時その女を思い出せるはずだったのですがそれが思い出せなかった ポケットから名刺を出して、私は女の手に握らせました今度ここへ引っ越しましたありがとう女はゆっくりと名刺を見たあとで膝の上に持っていたバッグにしまいました私は話していれば思い出せると思って次の言葉を考えましたでも、 次の言葉を口から出す機会はなかった。というのは今まで気づきませんでしたがその女の隣に白髪交じりの外国夫人が座っていてどちらが先に口を開いたのか早口の英語しかも聞き取れぬほど低い声でひそひそとしゃべり始めたのです。雨の日、 中央郵便局で私が見た老婦人がこの人であることはあなただってお分かりでしょう。無論前後の情勢から判断してこの二人は私のことを話していたに違いない。けれどもこの老婦人は話しながら私の顔を見るというようなことはしなかった。それがいかにも足しなみのいい。 教養のある婦人のような印象を与えました。私の知った女、すなわち若い方の女は、つばびろの帽子をかぶり、黒いはっきりとした目をして、あるいは口紅をつけているのか、唇は普通より少しばかり赤い感じで、地味な紺のスーツに、今は珍しい縁に房のある、 ほとんど上半身を包むほどの大きな栗色の肩掛けをかけただ首に巻いたネッカチーフだけが何という色なのか赤みがかった派手な色なのでした決してみすぼらしい服装ではないがどことなく地味すぎて時代離れがして辺りの雰囲気とちょうせず遠い古い国から 海を渡って帰ってきた旅人を思わせるのでした。潤んだ赤い唇や艶のいい方の皮膚が生めかしいほど美しく見えたのは、一つにはくすんだ服装のため引き立って見えたのかもしれません。私の知っている女と老婦人との早口の英語はいつまでも続きました。 しかも二人とも真顔でやや興奮している風にさえ見えました私はその前に立っているのが気まずくなったそれで黙ったまま位置を変えたのですそのうち乗客が混んでその方を振り向いても二人の姿が見えなくなった郵便局の廊下で老婦人とすれ違った時 あることとを思いい出したというのはこの「電車ででっったた女のことだったのだす。さて雨の郵便局で古風な馬車を見送った私は東京で一つ二つ用事を済ますと電車で横浜へ帰ったわけなのですがその電車の中で天国の美酒に酔いしれたような幸福感に浸りながら」 昔や最近の出来事の中からその電車で見た女の面影を手探っていたことはあなたにも容易に推察できましょう家へ帰ってベッドに潜って明かりを消した頃の私は身も心もヘトヘトに疲れていただが明かりを消しても頭だけは考え続けていました とにかくその女の記憶がある爽やかな連想を伴っていることはおぼろげながら最初から分かっていたでもその「爽やかな」というのが具体的に何であるかはっきりしないそれはすこぶる漠然とした連想なので言葉に表すことは不可能なのですがなんだかどこかで私の職業と関係があって それでいて非常に晴れやかで自由で広々とした視野の開けているような連想闇の中で半ば睡魔に身を任せながら私は考え続けた出版社投下者スリーカスルを吸う直木三十五 白川演劇者のリハーサル。図書館。博文館。大橋社長。お行儀の悪い花見を見せて笑う森下嘘。新青年。新着のストランド誌。そうだそうだ うつらうつらとまどろみかけていた私は急に目を覚ました。夢とうつつの境を奉公していた意識が一時に表面に浮かび上がった。ストランド。ストランド。毛布を蹴飛ばし伝統をつけた。飛んでいって本棚の前に立った。だが、あらす。 人抱えほどまとめて古本屋へ持って行ったばかりのところだったので、あいにくストランド氏は一冊も残っていなかった。でも、今さら本棚から出してみる必要は少しもなかったのです。私は見なくても、知って知って知り抜くほどよく知っていた。あなた、 私に手紙をよこした女はストランド氏の表紙に書いてあった花売り娘だったのですおおストランド私はこの雑誌について語るべくあまりに多くのことを思っている。 私の青春時代の喜びと悲しみは皆この雑誌を中心にして展開していたように思われるその頃私は博文館の新青年という雑誌の仕事をしていたのですがこの雑誌はストランド氏から大変な影響を受けていたのです松の数を描くところの表紙でさえストランド氏の感化を受けて 今では何でもないのでしょうが新青年の初期の時代にはあのストランド張りの青や黄色の派手な字の色彩が伝統に一種精神の気をみなぎらせたものでした新青年に翻訳された独特のストーリーはプレミアーキャルスロイヤルコズモポリタンストーリーテラーアーゴシーピアスンロンドン トゥエンティ・ストーリーズそのほかほとんど全部が今は廃刊になった各種の外国雑誌から撮ったのですが中でもストランドが一番多かった今でこそ百花繚乱まさに日本の探偵小説のルネサンスが来た感がありますがその根源にストランドが重大な役割を果たしていることは否めますまい。 そして他の外国雑誌は毎号表紙が変わったがストランドだけは前に話したように60年一日のごとく同じ表紙を使っていたですから私は来る年も来る年も朝から晩までストランドの街の風景を見て暮らしていたわけなのですところで 関東大震災の前後しばらくその町の風景に他の人物より大きく花売り娘が書いてあった背景に小さく町を歩く女たちは首に毛皮を巻き洒落た服装をしているのに大きく前傾に立つその花売り娘は粗末な紺の服の上に 親譲りかと思われる時代遅れの大きな栗色の肩掛けをかけて、黒いつばびろの帽子の下から黒い目でじっと私を見つめている。手に持つ重そうなバスケットには、目が覚めるような紫のリラ、赤いバラ、見ただけでもいい匂い。 はっきり覚えていませんが、この花売り娘の姿は少なくも5、6年は続けて表紙に書いてあったでしょう。クリスマスナンバーには背景のセントメリーの先頭のあたりから白いものが降っていましたが、それでも花売り娘は傘もささず、いつもと同じポーズで私を見ていた。私はそのストランド紙を 昼はテーブルの上に置き、夜はベッドのそばに置きました。来る年も来る年も、朝から晩までその女を見ました。街角に立つ花売り娘も、黒い瞳をそらさずに、いつも私を見ていました。一人ぼっちの私は、一年二年経つうち、 この花売り娘と仲良しになりました。あなた、何というな知らない。メリーなのベッティなのななんかどうだっていいのよ。売れた今日はすっかりダメ。僕も原稿料を取り損なっちゃった。 泣きたくなったのよレスター農場のほうへ歩いてみたらどこだって同じだわこんな日。いくら売れた6ペンスが2つきり買える何パンパンだけで生きられるでしょうかキリスト曰く ののゆりを見よ。まあそう思って辛抱しましょうねお互いにおやすみおやすみ私たちの対話は日によって違いましたがまず大体はこんなものだったのですその翌日私は二度目に中央郵便局へ行って 前日と同じベンチに腰掛けて待ちました。同じ時刻に今日こそストランドの花売り娘が現れるかもしれぬ。もし老婦人だったらタクシーで後をつけよう。風の朝、雨の夕、二人はどんなに仲良く話し合ったことか。電車であんな冷淡な別れ方をしたのはすまなかった。 今度こそ胸を割って話し合おう。人生の話、本の話、ロンドンの話。郵便局の大時計の針が一分と動いて回りました。だが、前日と同じ時刻になっても、老婦人も花売り娘も現れません。間もなく、 局のドアを閉める時が来るでしょう私は局の係の人に口から出まかせの理由を言った後で「百0のボックスを使っている人の名を知らせてください」局員は大きな帳簿を開けページに指を走らせて調べてくれましたが今105は誰も使っていませんよそんなはずはない 元室蘭製材所が使っていましたがもう一年も空いているんです私はその翌日もまたその翌日も同じベンチに腰掛けて待ちました老婦人も花売り娘も姿を現しませんでした花売り娘からの手紙もその日以来 つりと来なくなりましたこちらから出した手紙は局の付箋がついて返ってきましたそしてこの話もこれでおしまいなのですおそらくあなたはこの話を信じないでしょう縁に書いてある女がなぜ電車に乗ったり手紙を書いたりしたか 105のボックスが開いていたのになぜ手紙が花売り娘に届いたかそのボックスを開ける老婦人を私が見たのになぜ局員は開いていると言ったかダメダメ私にそんなことをお聞きになったってダメですよ私にもわからないのですから 私に分かっているのはこれが事実であるということだけなのです。あなたが信じようと信じまいと、これは私の全身で経験した事実なのです。信じない人があるなら、それは私とは別な世界に住んでいる人なのです。お望みとあらば、 ストランドの花売り娘から来た十二通の手紙をご覧に入れてもいい。今でも私は妻もなければ子もないんですよ。おお、ストランドの花売り娘。今も亡霊となって街角に立つか。ストランドの花売り娘。二人の交渉は、ラ・ボエームのミミとロドルフのように、 短くて身を結ばなかったけれど私は一生に一度女を愛したことやその愛が清かったことやそれからまた普通には覗くことを禁じられているこの世界ともう一つの世界の交錯した神秘な世界をほんのちょっとの間でも覗くのを許されたことをむしろ 幸福に思っているのですよもう二度とあんな神秘な世界は覗くことができますまい。それにご覧の通り今は頭もこんなに白くなって青春の若々しい情列も消えてしまいましたよ。 リラの香りの消えたように。